皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと、私たちお空から落っこちた暇な家計だ天使アイドルビッグエンジェルのエリピオです。はじめまして。はじめまして。今回は、キットさんにご紹介いただいた、ビッグエンジェルのエリピオさんに来ていただきました。はい、やってきました。彼女の普段の食事に私が今回お付き合いさせていただくということで、元男の子がおデブアイドルにどんだけ食らいついていけるかっていうのをちょっと今回検証していきたいと思います。はい、さあついてこれるかな。あ、ごめんなさい、もう一回リアクションがちょっと下手だな。ピエーって言わ、最高。やべえな。で、これ何があります？今日はね、お肉スペシャル。あ、ちょ、お肉、しゃぶしゃぶ用のお肉。そうです、しゃぶしゃぶ用のお肉 と、はい、あと生ハムだったりローストビーフだったり、あとはですね、私の大好きなマヨネーズゾーンですね。すげえ、最高ですね。美味しそう。だから黄色なんだ。そう、そうです。なるほど、マヨネーズ大好きなんですよ、私。マヨネーズ尽くしですもん。そう、幸せ。やば、好きなものしかない。じゃあ、とりあえず食べていきます。食べていきます。でも案外楽勝な感じしますけどね。あ、言いましたね。はい、言いましたね。はい。せーの、いただきます。全然手振りしないから、なんかただガーって持っても綺麗に取れると思います。つ、いや、うめえな、お酒は。美味しそう。惜しい。惜しい。惜しいと。惜しい知らないですか？惜しい知らないです。マジですか？タレゾーって知らないですか？どれです？なんかあるんですか、あのお箸の割り方のおデブ流みたいなのあるんですか？え、あんのかな。でも私は結構こうやってやることもあります。同じ。あ、ですか？もっと男の子流。美味しそうですね。美味しそう。あ、最高。卵も好きですか？大好きです。カロリーのだってもう。じゃあ、美味しいところを私が食べます。ちょいちょい。見ました、今の。うん、うん、うん、おいしい。うん、あ、こってりしてる、やっぱり。うん、最高。うん、めっちゃプリプリ。うん、これ食べたかったんですよ。めちゃくちゃ食べたかった。ちくわにタルタル初めてかも。あ、本当に？うん、絶対合うやつ。うん。さあ、欲しくなる。タルタルがね、めちゃめちゃかかってる。こんなに。すっげ。うん、美味しいですよね。これ美味しいわ。タルタル追加。大好きでしょ。いいね、来てるね。来てる来てる。うん、うん、あ、美味しそう。贅沢食い。なんかのソース美味しい。うん、めっちゃ美味しい。お肉がね、すごい柔らかいし。柔らかい。めっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかい。幸せだな。柔らか。いや、でもなんかね、ちょっとね、もうここお肉って結構こってりしてるものばっか食べてるから、うんうん、ちょっとお腹が、うん、なんか雲行きがかかってきたみたいな。うんうん、序盤序盤。マジか。まだ2割ぐらいだから。さっぱり、さっぱりけ。これは生ハムですかね。生ハムだ。生ハムです。生ハム。お、めっちゃ、うん、なんかクリスマス感じるね。こういうの食べると。クリスマスですよ、だって。幸せね。
一緒に食べる相手見て幸せよ。幸せよ。よかった。やだ。呼んでくれてありがとうございます。血の慰め合い。でもなんかあります、その視聴者さんと付き合うのワンチャンありだなみたいなってあります？いやどうなんですかね、やっぱりでも私みんなのアイドルなんで、うん、そういうのダメなんです。そうだ、アイドルだったね。そう、みんなのエリちゃん、みんなのエリちゃんだから。何か問題ありますか？やべ、反応に困る。二人でされるの結構あれですね、きついですね。マヨゾーン。きつい。マヨゾーン。ご飯食べたい。え？それはないわ。その選択肢は思い浮かびもしなかった。うん。うん。ちょっと休む。え？早くない？休憩。こってりのだって3連チャンですよ。まだメイン食べてないから。そうこのうどんも食べなきゃ。そうですよ、ここうどん、レホさんのやっぱうどんがもうメインだから、うんうんうん、ペペロンうどんらしいですね。ペペロンうどん、おしゃれだな。なんでもおしゃれにすればいいってもんじゃねえぞ。なにすげすげすげ、おいしい。重たいと思って、麺がこれ。ちょっと食べれるかな。辛くない？え？少なくない？これは少ないんですか？うん、いや普通でしょ。うん、3、4人ぐらい前人で食べるんじゃない？そうなんだ。そう、こんな重いんですよ。あ、でもうどんこんなてんこ盛り出してくる店なんてあんまないんじゃないですか？あ、でも食べられると思う。美味しそう。うん、ボリュームありません？でも結構ありますね。骨出た。うん、うん、幸せ。うん、あれで喋ってましたね。もうこういう感じで喋ってました、うんうん、なんか聞いたらなんか面白いとこだけ使ってそれ以外は早送りしてました、うんうん、みたいなこと言ったんですけど、そんな感じ。だそうです。なんか全然動画で使えないような話をずっとしてました。へぇ、そうなんだ。ここ早送りするからいいよとか。スイーツ殺したんですか、初めて。ぶっ込みすぎ。ぶっ込みすぎ。美味しそう。これお肉、お肉、多分鶏肉。へぇ、うん、美味しい。うん、わざわざわざ、うわ、これはおしゃれ、うん、めちゃめちゃおしゃれ。こんな、うん、うん、うん、めっちゃ綺麗。おいしそう。おいしそう。じゃあもう豪快に手でバーっていっちゃってください。手で、はい、本当に、はい、じゃあせなさいや。やべえ、叩かれる日が来た。うわ、すげえ。いいね。これメインディッシュ。メインディッシュ。はい。メインディッシュ美味しい。美味しい。いいね。こんな遊びどこで覚えたの？どこかな。これブシャブシャ。ブシャブシャ。なんでも。妹が昔しゃぶしゃぶって言葉を覚えた時にブシャブシャってずっと外行ったから、そう思い出して笑ったんですよ。気持ち悪いな。あ、美味しそう。うわ。やば、これはめっちゃ美味しそう。やべえ、これ半生でいったらいかついですよね。でもこんぐらいでもいいのかも。うん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 、ちょっと私ピンクが残ってるぐらいが私好きなんですよ。美味しそうですね。美味しそうですね。美味しそうですね。あ、見て、超美味しそう。
そうよ、どうよ。うまい？私みたいな色々とあれだな、ゲホとか忙しい、そう。お肉まであるじゃん。あれ？うるさいな。全然ダメじゃん。これ食べてよ、じゃあ。今、痙攣しそうだ。このこってり感が。辛すぎて。辛い。たくさん食べないと、こしょこしょこしょりんこをデブデブデブリンコにしますよ。変えてもらいますよ。一週間ぐらい。食べ終わりましたえ、でもデザート欲しいですよね。 いらないです。え、デザートはやっぱ別物だから。デザートはえ、いらないですか。だって今日コースに入ってないですよ。この大食いお店にこのコースお願いしてないですよ。あ、そうなんですか。あ、でも買ってきたんで大丈夫です。持ち悪っ。デザート持ってきてもらいます。じゃあデザートね、えいちゃんね、魔法使いなので魔法で出しちゃいます。はい、ついてきて。はい、なになに。えいちゃんね、魔法使いだから。えいちゃん魔法使えるのだから、これから魔法でケーキを出しちゃいます。はい、いくよ。うん、マイルパワー。えいできた。半分でもいかついですよ、このサイズ。だって半分だね。いやいや、無理無理無理。これだって結構あるね。これだってせっかくさ、今日ビッグエンジンのリーダー来てんだよ。カメラマンさんだけにしとくのもったいないでしょ。確かにもったいない。何してんの。食べる。いやいや、でもね、今日は2人の企画なんで、ちょっと私が出るのはちょっと良くないかなって。なんか余ったら食べてますよって。いいですか。ほらほら、自己紹介をどうぞ。はい、ビッグエンジェルのリーダーさせていただいてます。本日の体重112キロ、みちゃんこと大橋美智子です。よろしくお願いします。よろしく。すいません、112キロ本日なんですね。そうですね。毎日変動する。毎日変動するんで、今日も負けてる。食べなきゃいっぱい。いや、もうこれ以上太らない方がいい。食欲ね。じゃあちょっと食べていきましょう。食べていきましょう。いただきます。これ外側のやつ食べたいね。ああ、それ私が食べる。いやいや、おかしい。わかる、気持ちはすごいわかる。え、美味しいんですか、これ。美味しいですよ。なんだ。最高に美味しい。なんか動物園のなんか餌の時間みたいな。お食事タイムみたいなありそう、こういうの。めっちゃ喜んで食べてくれる。待てみたいな。いいよ。しつけられてる。めっちゃしつけられてる。この後私はビッグエンジェルさんのチャンネルで元男の子の裏ネタみたいなことをね、ちょっと話してこようと思いますので、ぜひビッグエンジェルさんのチャンネルは概要欄からアクセスして遊びに行ってください。恥ずかしい。みんな見ないでよ、二人。見てよ。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネルは毎週土日に更新しておりますので、ぜひ画面の下からフォローとチャンネル登録をしてねー。してねー。
また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。お腹が痛すぎる。